ロビーカーは客車の一種であり、乗客が飲食物を購入できるスペースである。これらの車両は大きな窓ガラスや快適な座席を備え、通常の客席と異なるリラックスできる空間を有している。1960年代のサンダウンジの車内現代の米国の長距離列車で広く用いられるスーパーライナーのラウンジカーの車内、アメリカ合衆国では、 この手の車両のことを一般的にラウンジカーと呼称する。初期のラウンジカーにおいては小さなキッチンを備え限定メニューを提供していた。このスタイルは2018年に寝台利用者専用ラウンジカーのパシフィックパーラーカーが引退するまでアムトラックのコーストスターライト5でも継続されていた。これらの車両はプルマン車によって運営されることが多かったが場合によっては アッチソンとピカーサンタフェ鉄道のフレッドハービーカンパニーのように専用の運営会社によるところもあった。プルマン社の営業するラウンジカーは寝台利用者専用であったが、鉄道会社が運営するものは一等車の旅客同様に普通座席車の旅客も利用できた。ビュッフェラウンジカーはフルサービスを提供する食堂車が連結されない列車でしばしば用いられた。現在も ニューヨークとマイアミを結ぶ列車の一つであるアムトラックのシルバースター号がこのスタイルをとっている。ビュッフェラウンジカーと呼ばれるには飲料と食品の両方が提供される車両であることが条件になっている。これらの車両では簡単な食事が提供される。イギリスではプルマン車にちなんで豪華なラウンジカーのことをプルマンカーと呼ぶ。ロビーカーとは 主に日本国有鉄道及び JR 各社が所有する夜行列車、寝台列車やジョイフルトレインなどに主に乗客に供される目的で連結し乗車定員分の運賃、料金を収受しない車両や空間のこと、列車や車両によってサロンカー、ラウンジカーなどとも称される。用途形式記号は特に規定されておらず、 全室この用途に供する場合には普通車扱いとして刃が用いられることが多い。全室としての展望室、談話室日本の鉄道においては、1910年より東海道、山陽本線で運行された特別急行列車1.2列車の一等展望車の展望室、談話室がそれとなる。しかし、モデルとなったアメリカにおける、 長距離乗客へのフリースペースを供することから設けられたものであるが実際には列車編成上一等車利用客のみの利用するサロンに近い扱いであった。なお、この扱いは第二次世界大戦による特別急行列車の運行中止による中断はあるものの戦後のツバメ、ハトの電車化まで続いていた。押し十六系食堂車、サロンカー一般の乗客にフリースペースを 確保するという点では、1960年代において、夜行列車、寝台列車に連結された寝台車の寝台をセッティングするため一時的に座席から離れる利用者へ、避難所的な便を図るために、当時の夜行急行列車に簡易食堂車として10、軽客車の1車種と位置づける形で設計、製造された推し16型がサロンカーの名称を使用した。この車両は、 新大急行列車専用の食堂車として設計、製造したこともあり、食堂として供したものとして飲料、軽食中心のメニューであったことや、食堂車の調理設備として電子レンジを採用した点で画期的とされる。しかし、食堂車という列車の給食設備の定裁であり、必ずしも冒頭に掲げられたフリースペースを供するには当てはめがたいものであった。なお、 この食堂車はビュッフェとして扱われた。北斗星3.4号に連結されていたロビーカー内部北斗星3.4号に連結されていたロビーカーに設置されていたシャワー室。カシオペアのラウンジフリースペースとしてのロビーカーの登場間いながら列車の給食設備の掲載を取ったものではなく、冒頭に挙げたものの糸口としては1985年に九州ブルトレ。 はやぶさに連結された24計客車のオハ24型が最初とされる。これは当時すでに乗客が前言傾向にあった九州ブルトレグへの手こ入れの一環として当時の最長距離を運行されていたはやぶさに他の列車で連結を中止していた食堂車などの余剰車両を活用することで利用者へのゆとりのある空間を提供したものである。 名称及び目的において、ホテルのロビーラウンジに類するものであるが、ホテルのそれと異なり必ずしも車掌内市は、客室乗務員に近い役割を有する人員が常時、詰めていたり、そういった担当人員がいるものではなく、単なるフリースペースであった。しかし、食堂車の連結があったものの、先の推し16型と同様、山陽本線及び、鹿児島本線では、 昼寝とも称される寝台の座席使用が行われることもあり、寝台利用客へ供することが目的であった。そのため、この車両は利用者にはおおむね好評であったとされる。そのことから、翌1986年には、早草と車両を共用使用した日本本線直通の富士に、1987年に JR 東日本が運行車両を担当した。 朝風1.4号に連結を開始する。ちなみに校舎には、翌1988年に運行を予定していた、青函トンネル、北海道ブルトレへの利用者への反響試験も兼ねて行われたとされ、実際に同社が運行車両を担当した、北斗星5.6号にも連結を開始した。ロビーカーの変容と食堂車のロビーカー化1990年には、 当時 JR 西日本が運行していた朝風2.3号、セトニス二25系の連結を開始する。詳細はこちらにあるが、要定としては、従来編成端に連結していた電源車の代替として、車内サービス用の電源収集用の菱形パンタグラフと電源発生装置である静止系インバータを設け、自動販売機や売店、シャワールームを車内に備えた車両として、 余剰客車から改造した。なお、朝風2.3号、瀬戸の両列車は、連結を開始する1989年時点までは、開放式 B 寝台車のみの編成であったことから、乗客へのフリースペースの提供だけでなく、乗客の給食サービスの保管を行う車両と位置づけられる地位にあると言えた。この流れの中で、1999年には、カシオペア用として、 新規に製造された JR 東日本 E26 系客車には展望式のハイデッキラウンジカー、カハフ E26 系車両が設けられた。こちらは電源車としてはディーゼル発電機を用いて車内サービス用の電源供給を行っている。またこれとともに1993年に東京駅発着のブルトレ群に連結されていた食堂車の営業終了に伴い、 給食設備としての役割を終えた食堂車をフリースペースと称して使用することもあった。この事例としては1999年まで連結していた桜と2006年まで運行された参院客車寝台特急出雲がこの定裁を取っていた。ロビーカー連結の終了だが最初に登場した東京対九州ブルトレ系統では1990年代後半 以降運行する列車そのものが廃止され、運行する本数自体が減少。当初は利用者の減少と車両の老朽化に対応するため、単純に列車編成の短縮と列車本数、系統の統合を行った。しかし、それだけでは間に合わず、2005年には、はやぶさと、富士の併結運転を実施するようになった。この際に、東京駅文字駅間を一列車として、 同一の編成を二編成連結する運用を行うダイヤを組んだことや最低限の需要を満たすために使用車種を変更。新台車のみで蘇生されることとなり、同年で連結を終了した。また、北斗星も2008年3月15日をもって一往復となり、客車の持ち分も JR 東日本北海道旅客鉄道が一編成を接班する形に改めた。 この際、ロビーカーの扱いも、ミニロビーを設置していた JR 北海道所有車両を用いることとなり、単独でのロビーカー連結を終了した。その後、北斗星が2015年に臨時列車に変更となり、車両も JR 東日本所有車両に統一されたため、単独でのロビーカー連結を再開した後、同年8月23日の運行をもって営業を終了した。 フリースペースとしてのミニロビーなど北斗製に連結されていたミニロビー内部単なるフリースペースとして座席の回収や寝台車の個室寝台への改造に際して車両の一部をこの空間に当てるケースもありこれをミニロビーと称する場合もある中高列車でもこうしたケースは多く完全禁煙化に伴って これまで喫煙スペースとして使われていた場所を禁煙のフリースペースに変更した車両もある。代わり種としては、万越再線で運行されていたビバ・アイズで、アイズ地方の地域観光情報などを展示したインビテーションカーを連結していたケースが存在した。ジョイフルトレインの場合は、団体専用列車としての運用が主であることから、展望車に準じた。 列車広報や中間側面からの眺望を求めるための車両、団体でのパーティーなどで使用するスペースとして、カラオケ機材などを設けているものも少なくない。子供室、子供サロンなお、一部には幼児向けのおもちゃを置いたり、遊具を設置した車両が設けられることもあり、通例一両の1、3から2、3程度のスペースが当てがわれる。代表的な例として、四国旅客鉄道が、 自社保有のキハ185系機動車、2000系機動車の一部の車両にアンパンマンのキャラクターを描いた車両を走行させているアンパンマン列車がある。しかし、これは作者の柳瀬隆氏が同社の運行地域にあたる高知県出身であり、観光列車としての側面が強い。同種の例としては、北海道旅客鉄道がドラえもんを使用して観光資源としている。 青函トンネルで運行されていたドラえもん海底列車も挙げられる。純粋な子供室としては東日本旅客鉄道が所有するスーパービュー踊り子に使用していた251軽電車の東京方戦闘車両に設けていた。これは伊豆急下高田戦闘車両と同一設計の2階建て車両であるが座席の設定が全車が家族向けの普通座席都市校舎を グリーン席とした上で1階スペースをグリーン席専用のサロン室とした関係であろうが、いずれにせよフリースペースという側面では同じである。この例では、西日本旅客鉄道が例系新幹線車両の余剰ビュッフェ車のビュッフェ部分を改修し、子供サロンとして新大阪駅博多駅の間で1995年の2003年の 夏休み期間など列車が混雑する時期に運行した。また、九州旅客鉄道は2004年現在、U デラックスに使用している、キハ183系機動車に、オランダ村特急時代の1989年に、増備された、中間車両にこのスペースを設け、1992年の、ユフインの森転用まで使用した。また、先の挙げた JR 四国の、 アンパンマン列車にも同様な設備が備えられた車両がある。ありがとうございます。